はり、密度濃く今からは話していきたいと思います。まあ、鍋島と龍造寺の関係は今後緊密になっていくというのは、これ一つ分かるのは、今先ほど話しましたように、東の方の脅威は去ったと。しかし西はいよいよ危ない。これは何かというと、島原の有馬氏が、これが強大な勢力で、まあ、これが荻、にまで、兵を進めてくる勢いであったわけです。で、荻は今言ったように千葉市の地盤であったんですが、この頃になると千葉はその、東西に分かれて相争うようになりまして、で、とても単独で、有馬と対抗できない。そこで、これは小に千葉龍造寺で、養子の交換でもって、まあ、その同盟を強化しようという動きになります。で、この時に、龍造寺方が出したのが、で、東千葉に、龍造寺から入れたのが、これが実は、鍋島直茂だったわけです。これ はもちろんその母が龍造寺のものということにもありますけれども、このような、養子の交換であるよう、養子の交換で、まあ、その同盟を緊密にするというようなことは戦国時代ではあちこちで、あることなんですが、そこに選ばれるのは、これは言ってみれば価値の高い人物じゃないとダメですよね。で、それに選ばれるということは、すでに当時鍋島氏は龍造寺氏にとって非常に重要な存在、まあ、評価の高い家臣であったということになります。鍋島直茂は、まあ、これもいろいろ逸話があって、それはその高く持ち上げるようなものになっちゃうんですけれども、まあ、非常にその養子に行った先でも優遇される。で、しかしこの養子に行った先で実子が生まれてしまいまして、鍋島の家に帰されますが、その時にあたっても、これはその養父の隠居分、荻においての養父の隠居分と、さらに荻、のその千葉市の家臣団12人、これを、まあ、与えられるというような非常に、優遇されます。これが一つ今後の布石になる、今山合戦の布石になるわけです。荻と鍋島氏、まあ、鍋島直茂個人の関係ということになりますね。で、その後、まあ、例の龍造寺、水ヶ井龍造寺系列、2世代にわたってほとんど全滅というようなひどいことがありまして、で、とうとう龍造寺高信の登場ということになります。で、この龍造寺高信の近従として、鍋島直茂は早くから使います。これは彼は次男でありまして、で、まあ、荻にはその隠居分をもらったようなんですけれども、当時の、資料、一時資料なんかでは、彼は無足人、すなわち、地業地を持たない、領地を持たない存在という、そういうことがかなり後まで書かれます。で、これはまさにその自分の地業を有し、自分の家臣を持ち、で、一部隊の長となるのではなくて、初期はまさにその龍造寺高信の近従として、そうは深く使える存在であった。で、これがその高信と、直茂の個人的なつながりの深さの、まあ、理由であったと考えられるわけですね。で、ですから彼の、まあ、彼の初陣は、これは高信が筑後に、まあ、追放されてというか、まあ、高信が村中龍造寺、龍造寺宗家を継いだ後、まあ、龍造寺宗家の家臣団から排斥されて、筑後に落ち延びた。そして、足掛け3年の亡命生活を終えて、復帰した後に、直茂は初陣を遂げておりますで、この時は鍋島勢に、混じって、
兄貴と兄貴というか信沢と一緒に、大奮戦しておるようなことが伝えられております。でその後もですね、結局高信は、佐賀軍における覇権を確立するために、佐賀軍の、黒人領主国衆、有力な勢力と本当明日ない合戦を繰り広げていくわけですが、なぜかそこで、直重の姿はあまり見られません。例えば同い年で、非常に、仲が良かったと思われます。というか先ほども話しましたけれども、後にはこれは直重鍋島氏の有力な審判になった龍造寺長信、同い年なんですね。これなどは高信を助けて一方の将として、活躍しているのがよく見られます。特に、かの三内の強敵ですね、熊代勝家、これとの合戦においても龍造寺長信、これの働きは突起されるものが多いです。ところがその熊代勝利との合戦で、直重の姿はあまりというか目立ちませんね、ありません。これは考えようによれば、高信と一体化して、本陣におったと考えれば説明がつくかもしれません。しかし、今言ったように、目立たないと。でそれが一躍、表舞台に出たのがこの今山合戦ということになります。で今山合戦というか、これはもちろん、龍造寺対大友の、大戦争の一コマということになりますが、大友が文豪の大友がどうして肥前までやってくるのかということにつきましては、これはまさにその子供を先ほどの中でから詰め込んでお話ししなきゃいけなかったんですけど、戦国大名とは、そして戦国の国主、有力領主とは一体何者かということが最近、研究が進んできまして、実は室町幕府の守護大名、これの権威権力、さらに言えばそれを保障する室町幕府足利将軍の権威権力というものも、戦国時代のかなり後まで強かったと。で戦国大名って本当にいたのと、戦国期守護大名というような考え方をしようよというような論も有力であります。もちろんこれ批判もねありますけれども、学会の方ではそうなっています。でそれの非常に強いのが、文豪の大友氏と考えていいわけです。特に大友義重、大友総理、これは室町幕府足利将軍と深く結びついて、九州の、日向、大隅、薩摩を除く6カ国の守護職を兼任します。で、実際に、その6カ国に存在する、領主に対してさまざまな指揮権を発動することができます。でそれに従います。ただしこれももちろん、江戸時代の幕藩体制の、その大名家の中の主君と家臣のような非常に強い、主従関係というものではなくて、で、まさにあれですね、大盤催促ではありませんが、戦争するからいくらか兵隊を出せとか、でお前たちそこで、領主同士、戦争しちゃいかんよと、で俺の言うことに聞けと、境目性質といいます、その土地土地の領主が戦争せずに、お互いのその領分を守って、戦争がない状態であれば、それが大友氏にとっては支配が浸透しておるという、そういう証なわけです。でそれに歯向かってたのが龍造寺高信でして、で龍造寺高信はね、これも本当に古文書が見つかってないだけかもしれませんが、誰かと組んで大友と戦おうなんてことしません。
一人である場でもあります。でその肥前佐賀の領主というのはこれはみんな大友の権威権力を認めておるということで対等なんですが、その連中みんな突っかかっていきます。で、そして屈服させます。そして、さらに、敵対する、ね、領主と戦います。ですから例えばその一応三内の熊代勝利との決勝戦になりました川上の合戦、あの川上淀姫神社のあの辺りで大合戦がありますけれども、この時、領城高信はおそらく、6000以上の、軍勢を率いております。でこれは全て周辺の領主が領城寺高信の、まあ、権威に、権威というかな、なんというかな、その誠意に服して、それに従ってでその間は高信を将と仰いで、合戦に出てきておるわけです。ただこれを上からあの大友氏がお前らやめろと言うと、高信以外の連中はパーッと大友の方になびいていくわけです。でこれをして、今までの、まあ、あの書き物あの書物なんかで、まあね、大友に寝返ったとか、そういうふうに言うのはこれはある意味間違いでして、もう言われたらそっちにつくのは普通なわけなんですね。でそういう状況ですから、で、大友としては、そういうふうに、手のつけられない暴れ者に対してはまずお前やめろという使者を送ってお前やめろという、でそれが効かんやったら周りの連中にやめさせようとする。でそれでも効かなかったら初めて、大友方から将が出て、で、まあ、近隣の領主を指揮して、で、征伐戦争を始めるということになります。でそれが実際に起こったのが永禄12年、あの今山合戦の前の年ですが、でこれで、やって、これも大変な、ことになるんですが、幸いにして、この時は、中国の毛利が、筑前豊前に、来航しまして、でそちらの方に、大友方の特に主力ですね、軍を、州なんかは振り向けられてしまいますから事なきを得ます。でも今度は大友宗麟が、もうあの毛利の背後にあります、まあ、毛利の背後を突くような、そういう形を取りますので、引き上げちゃう。で、また竜蔵寺高信に対して、まあ、これが大、征伐戦争が、まあ、再開されるわけです。で、ですが今言ったように、その主力となるのは肥前における、大友方の領主ということになります。いや実は、はい、ここで、その資料1、今山合戦元亀元年3月から8月、佐賀平野大友方包囲網図という、これ、見ていただければいいんですが、あの本当にこの時には豊後衆も総動員に近い形でありまして、その、ね、右の方、東の方にありますが、まあ、吉弘、臼杵、別紀、というのはいわゆる豊後三郎といいまして、大友宗麟を支える、まあ、重臣、たちであります。これも投入される。で、まあ、だけど主力となるのは、まあ、佐賀軍の佐賀軍、小木軍、まあ、その辺りの領主で、さらに、西、まあ、西肥前、ね、その、うん、まさに有馬を中心とする諸領主、これも動員されるわけです。で普通は、そこにも、
書かれています。大友大坊は、まあ、6万と号する大軍であると。で、まあ、これ諸説ありまして、本当のところは分かりません。4万とするのもあります、8万とするのもあります。実数は当たりませんが、とにかく大軍です。それに対して龍造寺高信方は、これはその龍造寺一門、鍋島一族、あとはあ、まあ、その普代の少ない普代の、家臣団、まあ、5000程度であったということで、圧倒的に、不利で、やってというのが、これが通説でありますが、そこにあるように今山の合戦、まあ、それで3月から8月、というように、これ実は、戦争としては今山合戦というのはこれはバトルであって、で、もう3月から8月にかけて、この佐賀城を包囲したというか、もう佐賀平野、これを舞台として、王が戦争があったと考えていいと思います。ですからまさに秀吉と家康の、小牧長久手の合戦、あれも小牧戦役、長久手合戦というようなことを言っていいと思います。ですからこの辺りもですね、いろいろそう造語であるとか新語であるとか、いったもん勝ちでそれを普及させたいんで、例えば元気元年嵯峨の駅とかね、どっかで書いて、広めりゃいいんじゃないかというようなというような野望があるわけですけれども、とにかくその元気元年の戦争において、これは本当に、龍造寺方が不利であったのかということを私ちょっと今思っているわけです。これは、まあ、いわゆる内戦の利というやつですね。包囲されている内側におる連中の方が、これが移動距離は短いし、で、今のように、というか近代戦争のように、これは無線とか高機動の車とかあるわけはありませんから、その軍隊の連携なんていうのはなかなか取れないわけです。ですからそれであると、その大軍に包囲された場合はこういうような、まあほんの狭いところでやられちゃこれは絶対勝てませんけれども、佐賀平野のような広いところで、なおかつ、かなり盲点なんですけれども、佐賀平野は今日よりもはる、かに海岸線は上昇しておるし、で、河川クリークは網の目のように走っておりますし、で、大軍の移動なんていうのには平押しにはこれは向かない、ところです。で、そこで、勝手知ったる、龍造寺方の方が、これが大友軍をかっこ撃破する、実際、そういう戦いが続いていたようです。で、それで、あと、まあ、ちょっとこれも注目されるところなんですけれども、龍造寺方この時期からね、鉄砲を撃ちまくって勝ってるんですね。で、川越しに鉄砲を撃ちまくって龍造寺方が勝ったようだよということを、中国の吉川元春が、これが手紙に書いて、いや楽しいことだねみたいなことを、書いてたり、そんな伝聞が伝わるぐらいなわけです。で、これは後でも見ていきますけど、ちょっとね、なんでこんなにあるのかと思うような数が出てきたりします。で、あと主力であるところの肥前の所領主はどうしてもやる気ないです。本気で戦う気がなかったと思われます。で、ありますから、これもね、ちょっとあんまり注目する人いませんけれども、別家吉座というのは、これは俗に言う立花同説です、ね。とんでもない強いと言われてきている、大友の宿将で、実際に、大変な優れた武将であったんですが、負けてます、何度もこの、まあ、元気元年の瀬ヶ戦役で、不利になっております。で、逆に言うと、どうも龍造寺方はそういう、難しいところなんですけれども、強いやつくじいた方が
その後状況が楽になるということがありますので、どうもそういう戦術を取っているようなことがあります。でそこでしびれを切らして、あとそれからもう一つ見ていただきたいのは、まさに扇方面ですね、有馬を、もうこれは、袖以前からの状況を見て、どうも有馬が西肥前の領主を指揮する立場、大友の 権力権威の下で、西肥前の諸領主を、指揮統括する立場にあったようなんですが、これがどうも牛津川を越えられません。でこれもどうしてかというわけで、手抜きしてたんじゃなくて、本当に、なかなか越えられなかったようです。これは、もう説明ちょっとできませんでしたが、このちょっと前に三坂峠の戦いという、タグあたりを中心にして、有馬方と竜造寺方の大きな、ちょっと長くわたる戦争がありまして、だいぶ有馬叩かれております。そういったこともあったんでしょう。 でここで見てもらえると分かるように、その普通は大友八郎、大友近貞、宗麟の弟とも甥とも言われる、人ですけれども、これが、言ってみれば宗麟の代理として、神代として最前線に出てくる、で本陣を今山に構える。でこれがもう竜造寺の風前の乏しみの状況だとされるわけですが、これ見てね、不思議なのは、前から不思議だったのは、その布陣は平野部じゃないんですよね。平野部の周囲の丘陵地帯に陣を敷いておるわけで、でこれは私はここでちょっと大胆な言い方なんですけれども、結局、攻めてきている連中は平野部から駆逐されて、で、守りやすい丘陵地帯に陣を張って、遠巻きにしているだけじゃないかと、そういうふうに私はこれは見ました。で、大友八郎が、総大将としてやってくるというのも、これは実は特選、お前がちゃんとやるということで来る。でもう一つが、で本陣がどうしてその西の端の今山丘陵地帯にの丘陵地帯のその外れに置かれるようなことになるのか、これもこれは西肥前の有馬以下の連中との連携を図るためにここに来たんではないか、そういうふうに私は考えております。で竜造寺方も、これは普通はもうここで、ああ、もうやもうダメだと。で、筑後に亡命しようとか、そういう話が出てきたと言われるんですが、で、これも、逆に、これは後期として、これを大友の本陣も、ただ、本陣というか、新たに造園された、でしかもその大友宗麟、に、直属というか、つながる、ものを打って規制、を上げようという、そういう考えが、そういう、戦略、戦略というか大げさになりますね、作戦が立てられたのではないかと、私は考えております。でその一つ例としまして、こちらの方に誘導するようなことがあったのではない、これは地形もこれありますが、その今山、今の赤坂山ですかね、今の展望台があるところに本陣を敷くんですが、それの南の方、ここに経緯が進んでしまいますけれども、資料3の、
今山合戦のこれのもう開戦直前の状況になりますけれども、まあ、今の佐賀県林業試験場、あたり、ここも黒土原というんですけれども、ここに、おぼ村がありまして、で、そこにおぼ城が、まあ、砦、まあ、砦というか城があるわけなんですが、これが大友方の前線、というような形になります。これに対して龍造寺方が事前に攻撃をかけるというようなことをやっております。で、これでそして、まあ、撃退されるわけなんですが、まあ、これが一つ、大友八郎の本陣の前進というか西に進む、契機になったのではないか、まさにこれが誘いではないかというような見方もあらかじできないことはないと思うわけです。で、そして今言いましたように、そうやって、大友方が包囲しているはずなのに、で、そして増援が来たはずなのに、早速今山合戦以前ですよ、早速、龍造寺方は兵を出してそれを叩いている、この辺り無視して、もう、ひしひしと佐賀城はその大友方の大軍の獣医下にあったなんていうのはちょっとおかしいなということであります。まあ、これ今からというかいろいろ指摘していきたいと思ってるんですが、で、そしてそこでその本陣を突こうという、そういう作戦に、まあ、そういう作戦を立てるわけですが、通説的には、これは鍋島直重が、敵情を視察をして、これならいけると、あるいは成松、信勝がそれをやって進言したんだということが言われております。で、しかもその方法として、そしてその、偵察を行ったとされる人物で、行った方法、これが小木文です。で、これ成松信勝の弟がこの小木あたりおりましてという事情があったようですね。で、さらに言えば、荻野のあたりがこれは何か、そういう真空地帯というか、まあ、空白地帯じゃないかというような感じもします。ひしひしと佐賀城が包囲されてるはずなのに、荻野にはこれは龍造寺方がいるわけなんですね。で、だからこれは結局牛津川よりも東はの平野部は龍造寺方が押さえておったと考えて、いいと思われる、その証拠ではないかと思われます。ですから、その本陣に対する奇襲攻撃もこれは荻野軍内を迂回して、で、本陣の後方から、駆け下るという、ことが取られるわけです。これも、はい、北井戦士、あるいは直重甲府、この辺りの記述からいきますと、19日のうちに、直重が偵察に行きまして、で、これはいけるぞということで、で、もう荻野龍造寺審判に、筆を出します。で、明日攻めるぞとね、道々集えということを言ったようです。で、この時に、まあ例の長富兵庫重康の父親の信胤、これも、その偵察校に参加しておって、で、信胤の手のものも荻野の方に触れ回しをしておるというのが、これは内藤家の、まあ、聞き書きですね、それにあったりします。何にしろ荻野の龍造寺方に、動員令が下ったわけです。で、これを信じるとですね、しかし、その直重は偵察に行って、で、その帰り道に荻野、
まあ、荻野一揆ですね、龍造寺方に、もう独断で、動員をかけて、で城に帰って、で、表情の場で、戦表情の場で萎縮している他の、まあ、重臣を抑えて、で夜襲かけましょう。で、そこに、義理のおっかさんの慶仁様が出てきて、で、葉っぱをかけるというのが、これが、まあ、全て、編纂物では出てきておるわけですが、本当にそういうことができたとすれば、これは長嶋直重というのはもうこの時点で、龍造事件において非常に強大な権限を持っておったということになるんですが、ちょっとそれ考えづらいわけです。常識で考えれば、親父清房がもちろん健在です。で、兄の信房もおります。正直、兄の信房には直重は死ぬまで、信房が死ぬまで頭が上がりません。出世も実は信房の方が先というようなことがあります。ですから、でしかし今言ったように、荻にその直重と荻の関係がある、実は鍋島家と鍋島氏と荻の関係もおそらくは深かったである。これは、その直重の祖父の清さん、これが非常に、ですね、山岳修験道の、まあ、彦さんの、信心が深くて、で、でこれが荻は実はその山岳修験道のメッカでありまして、でそちらの山伏、ね、山伏集団とのつながりも深かったであろうと想像されます。で、実際、まあ、今から見ていきますが、今、で私の推論としましては、これはもう全て、やはり、直重公の、功績ということに、されたけれども、実際には、これは龍造寺、鍋島重臣ともども、これは荻軍を迂回して、で、荻の審判、審判というか、荻の龍造寺方を糾合し、で、本陣を後方から突こうと、その本陣を後方から突くためには、その山伏集団のこの協力を仰ぐということが事前に組み立てられて、でそこで実動隊長として鍋島直重が、その挺身隊長として選ばれたというのが、これが事実に近いのではないかと私は想像しております。まさに想像なんですけれども、で、まあ、その、城を出て、荻軍内を、これは夜佐賀城を出て、少数、で、ね、佐賀城を出て、およい荻軍内を進軍する間に、集まってきて、かなりの勢力になり、で、まあ、今山西方に出て、そうするとこれは現地の山伏集団がいて、でこれももちろん武装した連中であります。で、実際実戦にも参加するんですけれども、で、彼らがまず期待されて、そして、それに応えるのは、その夜間山岳部、行軍ということを、そういう困難なことを、先導するわけですね。でこれはもちろん山伏でありますから、山岳修験者でありますから、そういうことはお手のものであったわけであります。でしかし、それも非常に、困難を極めたことは書かれております。で面白いのが、やはりそこで、一番、なんていうか元気があるのが直重なわけですね。深い崖があったり、あるいはその割れ目があるところなんかを槍を杖ついてヘイと飛んでみたりとかする。でこれは、まあ、
前回前々回とかもお話してますけれども、鍋島直茂というと龍造寺の軍師というような、まあ、軍師についてもちょっと、まあ、言っておきます、そういう、ね、参謀というようなイメージがありますけれども、実際はあの人は ある時までは龍造寺方の先手の大将でありまして、で非常に武闘派なんですね。ですからこれも後に、直重の同輩だった連中が昔話でやるのに、とにかく直重公はすごい人やったと、もう腕力はある、幅跳びもすごい、槍やら太刀の扱いもうまいと、で手ずから撃ち殺したのが300人と、で、大将になって12回負けたことがないと、で城は25落としたと、で、そして、3日5日もう小競り合いがないようなことはなかったみたいな、ことを言いますから、まさにこの今井の合戦の時にはその、ね、そういう、まあ、挺身隊長と、なるにはうってつけので、非常に派手なデビューで、を飾ったということだと思います。で、それで今言ったように夜間山中を突破するわけです。で今山というのは結局、今山の本陣というのは今展望台があるあたりでして、でさらにその後輩に山が、まあ、山の峰があるわけですよね。で実は今山合戦はその山の上からその大友方の本陣に、まあ、駆け下る、そういう意味での奇襲なんです。で夜襲ではありません。夜間に、そうやって、後方まで展開して、で、明け方前に、攻めかかる体制を整えて、で日が昇って攻め下りました。これは、まあ、実はこういう地形でありますからそういう奇襲になるわけですけれども、当時の戦国の合戦のセオリーです。夜中に動いて、未明に展開して仏行に開戦するというです。まあ、ここでいろいろ有名な、エピソードが起こるわけですよね。結局、大友の行用の門を我が門どころにしようというようなね、あるんですけれども、まあそこで今度は随分過激になってしまいましたけれども、今言ったようにその奇襲、そこ、これは本当に、深川さんの老、作でありますが、資料に、鍋島の噂隊の奇襲行軍ルートで、そこでまあ、どういうふうに、まあ、軍勢が集まっていくのかというのを、ね、これは鍋島直茂甲府、さらには北一戦士から拾い出して、で、相互矛盾なんかを、ね、洗い出して、まあ、妥当だと思われるところをまとめていただきました。ですからこれ読んでいただければ、これを読んでいただければ、その今山合戦のまず開戦までの推移は見て取れるわけです。でそして、まあ、資料3、実際に、戦闘はどのように展開されたのか、何度もお話ししましたように、まあ、早朝です。日が昇って、開戦です。でしかも鐘を合図にという、でこれも多分に、そういう戦場伝説に近いとは思うんですけどね、その鐘かけの松なんていう、その時にここに鐘をかけて、打ち鳴らして攻めかけたんだぞという、ものがあったりします。で、まあ、ここもその攻撃番号と書かれておるものを見ていただければ、大体、どういう動きになったかというのが分かり、見て、取られると思いますが、この時も、
実はその挺身部隊、直重公式家の挺身部隊、それだけ送り出して、他は手を招いて見てたわけではなくて、というかもう場外にいるわけですからね。まあ、先日、その大御所を攻めた、のどみぜ、これなどに対しても、さら、に能登水も増強されて待機しておるわけです。で、でそして、まあ、大殿八郎の、本陣が切り崩されると時を同じくして、と言っていいですね、その能登水もこれを、まあ、挟み撃ちといいますかね、そういう、形になるわけです。で、最終的には、まあ、資料4、まあ、ちょっと模式になりますが、まあ、大殿八郎の本陣は包囲下に置かれ、でさらに事前偵察でもって、その退却路を、まあ、想定される退却路に伏兵を置いておった成松の部下によって、大友八郎はこれは討ち取られると、そういう状況であるわけです。で、これで、まあ、いよいよ龍造寺方は規制が上がりと、で、大友方も辟易しということですね。もうこれも先ほどから何度も触れましたけれども、これで、龍造寺方大勝利というわけではないんですが、まあ、大勝利というわけではないんですが、まあ、大友方を辟易させ、で、そして和平、和睦の道、それをつなぐこと、開くことにはなるわけです。まあ、これも非常に厚かましい、和睦でありまして、で、まあ、僕でありまして、これは結局のところ詫びを入れて、大友宗麟の権威というものは認めますと、しかし、まあ、占領した分は、返しませんという。で、大友方も大友宗麟も結局メンツが立てばそれでいいというわけで、まあ、なんとか手打ちということになるわけです。でこの時に、その仲介をしたのが、まあ、この辺りもよく、考えていただくとちょっと不思議に思われると思うんですが、その絶対的な権限権力がある戦国大名、まあ、戦国大名が権限あるものとしてこういう状況になって、まあまあと言って、手打ちしましょうやと、その配下の、領主が出てくるというのはちょっと不思議な、そんなことを言えるんだろうかということになると思います。出てきたのが先ほど話しました、ちょっと名前出しました、筑後高尾城主の田尻秋田、もうここで、ざっと話してしまいますが、結局戦国大名とは何者かということで、で、まあ、従来言われているのはその上に上位権力として、まあ、いわゆる天下人、足利将軍以外には認めない、以外には存在せず、一国単位ぐらいで、まあ、勢力を有しておる領主、それよりやや小さい、そういうやや小さい、今で言えばその軍単位、さらにはその村をいくつか集めたぐらいの、まあ、範囲に、己の権力を振るえる領主、これも今カナビの、研究者が国衆という言い方で黒人領主とは区別して、大名、戦国大名、そしてそれの小型版として国衆、そういう存在があったという
ように、いうような説が説明がこれがかなり力を持ってきています。でそしてその戦国大名と国衆の関係というのも、これはもうついたり離れたりで、まさに庇護してもらえるから権威を認める、ねまあそしてその権威を認めて上納金なんていうのも納めるけれども、それは何かあった時には助けてもらう、その代価である、先払いである、そういった関係が分かってきて、でしかも、これでその誰の配下につくのか、でそれから離脱するのかというのは実はまあ何て言うか下の国中の方の、これの随任意であったというようなことが見られてきて、そんなことで、いろいろ動いていくんかな、いやしかし実際にはやってるというわけで、でこれも言ってみれば、大友の権威に服している大友の下にいたタジリが、大友と龍造寺の手打ちを仲介するなんていうようなことが起こっているわけなんですね。ですから結局、まあ、マタイのこともいろいろ今からまた見直されていくことなんでしょうが、まあ、そうやって龍造寺は高信は大友の権威に服するわけですが、またすぐ、周辺の大友方すなわち、まあ、同じく大友の権威に服している領主を攻めるわけなんですね。でまた同じようなことが繰り返されていきます。でそこでも粘り強く抵抗し、で、大友方文後衆が出てきて直接、対決になっても頑張って、で最終的には辟易した、大友が、あもう今まで取ったやつはそのまましてやるからということで、手打ちということを繰り返します。まあ、その一例が、まあ、ちょっとこれも本当に申し訳ございません、駆け足な、龍造寺高信鍋島直茂の筑後計略というところになりますが、で柳川城主天津伏と龍造寺鍋島というものなんですが、これがですね、最初の方にお話ししました、最初の方にお話ししました、今山合戦が龍造寺鍋島、龍造寺大友対決の、決勝点ではないと、その後もいろいろ小競り合いはあったんだという事例の一つとして、元亀3年からずっと、峰軍、横だけ、主を小屋龍造寺が攻めてるんですね。でそれがようやっと天正5年に、手打ちになるんですが、その手打ちを、ね、仲介したのが柳川城主であった釜町氏であったんです。で、ここで悠々実は龍造寺の誠意というのが、誠意というか、まあ、勢力、というものが強大化してきたことを示す事例といえるのが、実はこの天正5年うる7月20日付の、菊池宗説と重波、この親子が伝書した記章なんですが、これも これはもしも、その手打ちがなったわけなんですが、その後もしも、ね、龍造寺と大友が手切れになったときは、手切れになったときは、まあ、後ろの方ですね、もし右の趣上位お惑いのため不趣味に相来は宗説重波こと上位に背き、高信重方、小林重金ですね、
差し捨て申すまじきこと。これは再び大友と龍造寺が手切れになったら、鎌津氏は龍造寺に着くということをここで明言しているわけです。起請文を出しているわけなんです。今まで、まあ、従ってきた大友を捨てて龍造寺に着くよと、龍造寺型になるよとこういうことを言っているわけなんですね。ですから実はこのことは筑後のそういう国衆に対して龍造寺氏が、まあ、もうすでにさまざまに交渉を行ってで、このように、まあ、大友方から願い、まあ、らせるというか大友方より離脱して龍造寺と共闘する龍造寺の権威を認めさせるというような活動をしておったと考えられるわけなんですね。ですから、龍造寺高信は龍造寺高信が真の意味で戦国大名に進化した、成長したのは、すなわち大友義重、大友宗麟の首輝から出して独立したのは、独立自立したのは、これは今山川といいまして、日向耳川の合戦で大友が島津に大敗した後と、これは間違いない、これが確かであろうと言えるわけで、でその耳川の合戦で大友が敗れた直後に、この筑後に対して龍造寺方はなだれ込んでおります。で、1年弱で筑後をこれを、まあ、平定というか筑後の諸勢力を全て配下に収めるようなことになるわけです。でそこでその天正6年の11月26日付で、その鎌町重波がその龍造寺高信に、まあ、この服属する、まあ、その龍造寺高信の権威を認めて、まあ、その領地領土、ね、その確定なんかについては話し合う、すなわちもうもはや大友の権威は認めないということを宣言する起請文、これを出しておるわけです。こういったものが他の筑後型筑後の領主にも行われ、起請文が提出されていたはずです。まあ実際にもあるわけですけれども、すなわち事前から龍造寺は筑後侵攻に向けてこういう手回しをやっている。で多くの領主は大友を見限り龍造寺に着くという状況になります。まあだけど、まあ、大友方もそれに対する反対の、まあ、調略活動ということをやっていくわけ でその後は鎌町重波にも大友方の調略が激しくて、まあ、この天正6年、末には龍造寺の権威を認めて龍造寺の配下になるわけですけれども、天正8年のうる3月には再び大友方に復帰して、ですから柳川城は龍造寺方に攻められるということになります。でここで、ちょっとここには書いておりませんが、筑後といえばその筑後を平定するとその直後、酒見城に、これは筑後川の流域にあります城でありますが、これは当時の海岸線から行くともう、本当に海に面しておる、ですから佐賀とはすぐに連絡がつく重要なところですが、ここに長嶋直重が入って、龍造寺に服属した筑後の領主に対して指揮権を発動します。で直重はそれまで、今山合戦以降を龍造寺軍団の先手の大将になりまして、肥前国内を転戦し、大活躍しておりますが、
そういう言ってみればその軍事面、武力面の功績、それがあったことは間違いないんですけれども、こと龍造寺忠信が飛躍して戦国大名になり、肥前より外他国まで攻め込んで、で最初に、平定した、平定した、そして、さらに、その周辺に侵攻していくためには重要な筑後の指揮権を直重に与えるということは、これはその直重がどれほど評価されていたのか、でそして直重のその実力がその武力のみならず、てめえはその、外交であるとか行政であるとか、行政とは言いません、長野の場合は、統治といいますか、そういったものがあったかの証拠であると言うんですが、それがどうしてそういうことを言えるのか、それまでそういう実績があったのかという疑問が出てきますが、これがそれがな、そういうことが、そういう人事が行われたということは、実は他の大名、戦国大名の勢力拡大の推移を見ていって、そこから推測されることを言えば、鍋島直重はその筑後の諸領主に対する、そういう調略活動、外交と言っていいでしょうね、まだは、そういったことを交渉ですね、交渉担当、これも務めていたんだ。ですから他の戦国大名で新たに、支配下に収めたところに、そこを指揮するその任務を与えられる重臣というのは、それ以前その辺りをその辺りの領主と交渉を担当していたものと、そういうことが事例が多いわけです。でそこから復縁して鍋島直重は筑後に対する、そういう交渉担当であったんだと、こういうこともより、証拠を探していって、言えればいいなと思っております。これは九州においても、先ほどからちょっと本当に羨ましいなということで話してきておるわけなんですけれども、そのもう非常に基礎研究の上に立っていろいろ鋭い、指摘をなさっている、丸島和弘先生という、これはなんかそういう専門的な、まさにこれは本当にね、論文をちょっと読みやすく、書き直して、で、選書、あれはどこだ、メチエか、講談社選書、すみません、選書で出して、で一般向けの選書で出して、でその歴史書としてはちょっと例外的によく売れたというような、戦国大名の外交という、ものがあるんですが、でここで本当に羨ましいし悔しいと思ったのは、九州関係にも手を出してきてるんですね。でそして、特に手出してきてるって、もう実は数年前から論文では書かれているわけなんですけれども、例の島津家久が、こいつが実は、そういう周辺の諸勢力に対する、取り次ぎ、いわゆる交渉役を進めて、で、さまざまに活動して、で新たに、その支配下に入れたところに対しては自分のその権威、指揮権というものを認めさせていく、そういう形で、島津氏の中でも権力闘争をやってるみたいなことを、きっちり資料を使って、論じたりしておるわけです。ですから、佐賀龍造寺家中においてもいろいろ洗い出していけば、鍋島直重が実はその筑後侵攻、そしてその筑後支配にあたってはそういった動きをやっていたということが証明できるかもしれません。もしかしたらもうすでにもう気鋭の研究者の方がやってらっしゃるかもしれません。私はちょっと今想像で言っておくだけですけどね。ですけれども、そうやって
まさに長嶋直重は筑後において、龍造寺高信で息子の正家、このことはまだ、だから何だろうっけ、死刑官でありますかね、名乗っておったその龍造寺父と同等の権限権力を筑後においては振るうことを許されるわけです。だけど筑後はやはり大友が手を伸ばしている。で、今言ったように、筑後最大の勢力である柳川城主鎌倉氏、これもまた大友に、戻る復帰するみたいなことがあります。でこれで筑後を安定して、龍造寺領国にするためには、これは根本的な最終解決は何かと言いますと、その鎌倉氏をどうかしてしまうのがいいわけですね。でもう鎌倉氏を、どうかしてしまうというのは、これはその抹殺するとか暴殺するとか暗殺するとか攻め施すとか、そういうことじゃなくて、完全に家臣化するのが一番いいわけです。完全に家臣化するというのは、すなわち龍造寺に対して絶対的な忠誠を誓わせることができればいいわけです。それをやるためには一番いいのは、どっかお前移れよと、よそに移れよと、柳川から移れよと、代わりにここやるからさと、でそれを認めさせる、ちょっとあれな例になりますけど、犬が腹見せるような、そういうことをさせればいいんですが、そういかないわけですね。ですからどうするかというと、やっぱりこれはもう攻め滅ぼして分割してしまうしかねえということになるわけです。でそこで、出てくるのが再三、話しております、次ハンペラというか鎌地重波菩薩に田尻、秋種を引き込むという話なんですが、田尻秋種、これはよく鎌地氏の一族なのに、鎌倉氏の一族なのに、その龍造寺、に、味方してその鎌倉氏を滅ぼすのを手伝ったと。でしかし因果応報というか、龍造寺からまた疑われて、で龍造寺に謀反を起こしたということになりますけれども、これもやはり江戸時代の編纂された歴史書で、それも、その元となるのが、あんまり言うとこういう話すと筑後の方の人から怒られたりするんです、怒られるというか文句が言われたりする、本当にするんですけれども、鎌倉関係の資料というのは、特にその柳川の鎌倉に、鎌倉には実は柳川、ね、大きな2つ、いるんですけれども、その柳川の柳中発生、筑後には鎌倉というのは2つ大きな流れがあるんですが、そう柳川の鎌倉については滅んじゃったから資料が残りません。 ですからその鎌倉物語なんていう戦記や軍記物、これに従って書かれることが多くて、でそれが今、というのは一般の通説になっているわけです。ですからその、もう簡単に言えば龍造寺高信を悪役にしてとこういうことになるわけです。で、しかしこれも、一次資料を当たっていって見ていくと、この田尻氏、特にその田尻秋田でというのは非常に言ってみれば上昇志向があって、で、言ってみればその自分もその戦国大名になろうという、そういう野心というかな、向上心、があったかに思われます。ですから龍造寺高信との提携というのが積極的なものでありまして、でそこにあるように天正7年12月5日付に、田尻秋田にあって龍造寺高信の書状がありますが、早期をもって申す旨に相当聞こしめされご存分の趣ご返事に扱い、その意をうべく騒動極向上申し騒動強強金言、なんかよく分かりませんけど、これは庄屋宗紀という使者を使わして、
使わせて、いろいろ交渉したわけですが、そのことについて、田尻や北根が OK を出したとでいうわけです。それは一体何だというわけなんですが、それは次の12月9日付の起床文で、高野部の起床文で分かるんですけれども、結局はこれは、河内重波を地方どぼす、それに加担させる、加担するということなんですね。で、実際には積極的に、このように積極的に加担し、なおかつ、条件以上に、報われることにもなるわけです。でそしてここでは、もう鍋島直重の、のうまさでありますが、これも積極的にこの陰謀には関わっている。それは当然です。筑後を統括するわけですから。ですから特に、直重公府に書かれておるような、あるいは百武さんの家に伝わっている、ものにあるようなことは、こんなことやったらもうお家の末だというようなことはこれはなかった。まさに、後の粉飾であろうと思われるわけです。これもその田地が積極的にその陰謀に関わったということがあまり知られてないものですから、まだまだ説得力というかね、まだまだそういう通説が、今後も力は持っていくものだと思われます。今回は2つお話をしようと思いまして、その今山合戦と直重で筑後白井と直重、ということでかなり申し訳ございません駆け足になりましたけれども、今まで言われてきていたことを信じられておることが、このように、一次資料等を見て、推測していけば、いやというかだいぶ違ったものである。でそこで、しかしそれはもうただ単に鍋島直重公を持ち上げる、神格化する、理想化する、ことをで、そうなったのかもしれないけれども、しかしその実態としての直重の動き、そういったものもこれはもう十二分に、当時の一流の、人物、武将、として評価できるのではないかということが、私がちょっと指摘したい、力足らずであればありますけれども、指摘したいことでございました。で、次回はもう北縄手前後についてごく簡単に再びお話しして、その後はまさに、直重が、豊臣政権、徳川政権とどう渡り合って折り合いをつけてというか、佐賀を佐賀に、もう終わりだとか美濃だとか、大宮あたりの、もう九州からすると外国人の、新しい領主を迎え入れることなく存続できたかという、話をもっとまとまって分かりやすくしたいと思いますので、ぜひ8月24日だったっけ、にはお越しいただきたいと。質問もございましたが、今日はこの辺りで締めさせていただきます。ありがとうございます。